上司大学行ってみたいいと思います。今日の説明は空中10問全ていきますので一緒に頑張りましょうサみさんまずはこちらの説明の指示の一読をお願いいたしますサみさん第一段落でございますこの段落2行しかないですからねで空潮11番に入る選択肢さみさんこの選択肢は G の後にあと3つ残ってるんですがひとまず今見えてる選択肢の中で検討をお願いします まず1つ目のヒントは空襲の右側「ゾウチューデン」皆さんゾウ図があるということは皆この左側に複数形ですねつまり選択肢の中の複数形を指すはずでございますでもちろんゾウチューデンということですから皆さん人ですよねで人を表す複数形を含んでいる選択肢ちょっと皆さん線を引っ張ってみました皆さんあと選択肢3つございますのでそれを今からお見せいたしますね皆さんこちらに置いてみました再検討をお願いします さみさん、A1 が該当しそうですね。でみさん、画面を変えますね。さみさん、選択肢4つに絞れておりますので、ここから皆さん、再検討をお願いします。さみさん、これは空手の左側、ハブと繋がってくるものありますよね。で、みさん、選択肢の B ですが、みさん、これ、出出だし動詞の原型になっておりますので、×ですよね。そして選択肢の C は、みさん、後ろ SV がついちゃっております。 で、選択肢の D はメイドでございますので、皆さんこれで現在完了 OK。で、選択肢の H はトゥーフテーシですから、ハフトゥーブ V。で、皆さんどっちにするのかということですが、皆さんその選択肢 H のこの文末アセス。もちろん評価する。評価したよー。なーにおー。ということですので、他動詞。ですから皆さん後ろに目的語があるはずなんですが、みさんこれ空手の右側。目的語ないですよね。ですから選択肢の H は×。 よって正解は D ということでよろしいかと思いますさみさん第2段落でございますここめさ質問関係ないので一読だけお願いいたしますさみさん第3段落でございます今度皆さん、空所12番なんですが選択肢先この H の後下2つ続いてますからねでみさんひとまず今見えてる選択肢の中で検討をお願いします まずこれ空手の左側、we're able。これ、be able to 不定子になりそうですよね。ですから、まずは空手のところ、先頭 to 不定子になっているものがないか。たんそういった観点で見てくると、選択肢 A 値が良さげなんですよね。たさん先ほどの説問でも考えましたが、皆さんこの文末アセス。多動詞ですので、後ろに目的語はあるのかなと思って見てみるんですが、空手の右側に目的語はないですね。ですので、残った2つの選択肢。 今からご覧いただきますね。さみさん、こちらに追加いたしました。再検討をお願いします。さみここまで来たもう一発ですよね。先頭トゥーフテーシ。ですから、空手の左側、Be able t o o t h i s うまいことつながりますので、正解は I ということでよろしいかと思います。さみさん、続いて空手13番の検討をお願いします。 これは空詞の皆さんご存知かと思いますが、ハウ説は必ず名節。説。で、別に分かりやすくすると、例えば空書13番に多動詞。で、多動詞を入れると、このハウ以下が目的語。で、別に目的語というのは名詞のことですからね。ですから、このハウの直前に多動詞があれば、このハウ以下が目的語。文法的にバッチリ。 皆さん、そういった観点で選択肢を眺めていただきますと、文末が多動詞になっているもの一つだけありますよね。それ、先ほどから確認し続けている選択肢の H、文末アセス、多動詞でございますので、それを入れていただきますと、後ろのハウ説が目的語、文系バッチリでございますので、正解は H ということでよろしいかと思います。されでさん、続いての段落でございます。この第5段落は説明に関係がないので、一読だけお願いいたします。 さみさん、ついて空章14番でございます。みさん、見えてる選択肢、これで全部ですからね。この中から検討をお願いします。さみさん、空章の左側、R という動詞がまず見えますよね。みさん、動詞の左側、遡ってっていただきます。みさん、このザッと。みさん、接続詞とか関係詞。それがくっついている SV のことを従属節と呼んでるんですが。 で、逆に皆さん、接続詞とか関係詞がくっついていない SV。それを主節と呼ぶんですが、皆さん、この文章中、主節がないですよね。ですから、この空欄14番のところには、主節の SV を入れるべき。そうすると、皆さん、まず選択肢の A の可能性がありますよね。そして、C も出だし SV になっております。そして、選択肢の G。で、その中からどれにしようかという感じなんですが、まずこれ、空襲の右側にアウェアす、As w e l l a r 皆さん、アズ2つございますので、前後は同じ形になるのは大丈夫ですね。で皆さん、ありがたいことに、文末複数形。ですから、アズウェルアズの右側が複数形であれば、アズウェルアズの左側。それも複数形になるはず。サビさ,さんも答え決まりましたね。選択肢は C の、まず出だし SV。主節の SV と皆さん、文末に複数形いますよね。複数名詞。これで皆さん、条件度を整いましたので、正解は C ということでよろしいかと思います。 サルさん、ついての段落でございます。これちょっと長いので、まず全体像を把握するために、一読だけお願いいたします。サルさん、まずは空書15番。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。サルさん、これは空書の直前に前置詞がおりますので、後ろ名詞ですよね。で、選択肢の中で名詞だけとなってくると、皆さこちらですよね。development. ですから正解は A ということでよろしいかと思います。それでは続いて空潮16番でございます。選択肢検討をお願いします。それではこれ空襲の左が B 同士ございますので、選択肢の E、選択 Required。で、そして選択肢の F、Delayed。これで皆さん受動体になりますよね。で、その2つの選択肢に絞っていただいて。で、あと皆さんこれ空襲の右側。皆さん、ザットという名詞がいますよね。 ですからこれをうまいこと説明できる方となってくると皆さん F ですよね。compare to もちろん前置詞でございますので後ろ名詞ですから正解は F ということでよろしいかと思いますさあ皆さん続いて空所17番でございます検討をお願いしますさあにさこれは空所の左側に because 接続詞をおりますので空所には SV が来ますよね で、残ってる選択肢の中で SV と言われたら選択肢の G ですよねまあザー較級か比較級ザー比較級になってますが皆さん SV しっかり存在しておりますですから正解は G ということでよろしいかと思いますさ <music> あさ続いての段落でございます空所18番ですが皆さん選択肢はあと3つですからね検討をお願いしますさあ皆さんこれは空所の左側に、ね、B 同士いますよね で、それで皆さん選択肢の E を挿入していただきますと、受動体。うまいこといきますので、正解は E ということでよろしいかと思います。みムさん、第9段落と第10段落。こう皆さん、説問関係がないので、一読だけお願いいたします。サムさん、残ったところ、空書19番と20番。こちらの検討をお願いします。みムさん、19番の左側、名詞がいますよね。 でそして皆さん選択肢 J の皆さん出だし Fitch もちろん関係代名詞ですので左側先行詞つながっていきますので J が正解そして皆さん空手20番の左側 To がございますので選択肢の B 皆さん出だし Identify 動詞の原型でございますので空手20番の正解は B ということでよろしいかと思います